ずっとリードしていただけに悔しいですね。そうですね、一回15点差にもなったりしてたんですけど、途中で普通に追いつかれてそのままやられてしまったって感じでした。第4クォーター攻守ともに苦しかったですね。ディフェンスの部分でもやっぱり守れたところはあったんですけど、やっぱオフェンスのところで今日決められないことが多かったなというのを感じました、ね、コーチ曰くオフェンスは第2クォーター以降チームがシュートタッチで苦しんだという話でしたけど、いかがですか。そうですね、僕もそれは感じましたね。やっぱチームとしてもあまりリズムに乗れなかったので、ディフェンスのところではやっぱり僕らもできるだけ守ったんですけど、やっぱそういうオフェンスの部分につなげられなかったなというのが今日の感じですね。八村選手は9日ぶりの公式戦で17得点、7リバウンド、スティールも2つ、いかがでしょうか。やっぱこう、ディフェンスでもオフェンスでもインパクトを与えれるようにやっているので、そういうところでは今日はインパクトを少し与えたんじゃないかなと思うので、でもやっぱり4クォーターのところでもうちょっとオフェンスに関わったりとか、そういうところをしなきゃ、このチーム、そういうところをしてチーム助けれたらいいなと思います。第1クォーターにはトップオブザキーから3を決めましたが、いかがですか。そうですね、流れに乗ってしっかりと3を決められたので良かったです。次はあさってシカゴでまた試合ですけど、今度はブルース戦です。そうですね、やっぱりプレーオフ決めるためにはやっぱり大事な一戦なので、やっぱそういうチームに勝たなきゃいけないので、そこでしっかりと勝っていかなきゃいけないなと思います。僕から以上です。今日履かれていた新しいシューズに漢字3つが入っていたと思うんですけど、数字の8と、あと中心蔵の中と、あとギリとかギリっていう字が入ったと思うんですけど、なんか由来とかっていうのはあるんですか。知ってる通り、8位は八村で、やっぱ他の漢字はやっぱり僕が好きなというか、そういうやつを選んで、ジョーダンと一緒に考えてみました。いろんなことが初体験だと思うんですけど、こうやってプレーオフは手の届く位置にいて、人のプレッシャーっていうのはやっぱり新たなものとして感じてますか。やっぱり一戦一戦がすごい大事になってくるっていうのを感じましたし、今日の試合でもやっぱり勝たなきゃいけないものを負けてしまったので、チームとしてもすごい今悔しんでますし、でもそういう暇もないので、やっぱしっかりと切り替えていかなきゃいけないなと思います。今日ワシントンポストの方に大きな広告が、応援広告の方で八村選手を応援する人がいる、そういうのは大きいですね。やっぱこう、日本からすごい遠いところでこうプレーしている中で、やっぱこうやってそういうふうに日本人からそういうふうに応援されるのは嬉しいことですし、僕としてもそういう応援の期待に応えれるようにしっかりと頑張りたいなというのも思いますね。